名城中学の竹内先生、それから松江北高校の勝部先生にも入っていただきまして、竹内先生はですね、この心の馬という馬の気持ちがわからないといけないんで、実際ですね、その音楽教室を馬になって走ってもらったんですってね。はい。それはまたどうしてなんですか。やっぱりこれ心の馬ですけども、まず本物から入っていた方がいいと思って。それやっぱりですか、その去年が優秀校ということで、はい、プレッシャーをなんとかその感じさせないっていうのもあったんでしょうか。そうですね、あまり生徒に負担を感じさせたくなかったし、また自分も生徒に感じさせることイコール自分も感じるっていうことで、できたらまあそういうふうなことは取り除きたいと思ってましたので、それよりも先にも自分たちの目標に向かって頑張ろう。まあ、その目標っていうのは決して日本一になるってことじゃなくて、納得のいく音楽作りをしようっていうようなことでした。はい、ありがとうございました。